はい、NHK から国民を守る党の浜田聡でございます。まず NHK による特別宛てどころ配達郵便について質問します。この特別宛てどころ配達郵便とは、受取人の氏名が記載されておらず、受取人の住所のみの記載で、その住所に届ける郵便のことです。今回の配布資料にその封筒、そしてその中の書類の写真を用意させてもらいました。この郵便ですが、いろいろと問題のある制度だと思います。私はこれまで参議院の各委員会でこの郵便の問題については何度か取り上げてきましたが、今なお解決に至っておらず、我が党が運営する NHK 受信料不払いコールセンターへの相談件数も多い問題ですので、改めて取り上げます。まずですね、この配布資料のこの郵便の封筒の写真を見ますと、放送受信契約のご案内との記載があります。また、中の書類を見ますと、放送受信契約のお願いとの記載があります。放送受信契約は、NHK の放送受信可能な受信機、つまりテレビを設置した世帯に必要とされるわけですが、現在、テレビを設置していない世帯もそれなりの数にあると認識しております。この特別宛てどころ配達郵便は、テレビを設置しているかどうかに関係なく、各世帯に配達されるわけで、テレビを設置していない、つまり NHK との契約が不要な世帯にも、この郵便が送られてくることは大きな問題です。間違って契約してしまう方が一定数出てくるということが想定されるからです。まず NHK に伺います。今年の4月、2024年4月に NHK が全国に配布したこの郵便の総数を教えてほしいです。日本放送協会、小池専務理事。今年4月に発送した特別宛て書配達郵便は約515万通でございます。NHK としては、テレビを設置していない方が誤って受信契約のお手続きをすることのないよう、丁寧にご案内することが大切だと考えております。特別宛て書配達郵便に封入している書面には、テレビの設置がない場合は返送は不要である旨を明記しておりますが、引き続き分かりやすいご案内に努めてまいりたいと考えております。この郵便はですね、NHK の放送を受信することができる受信設備を設置しておらず、受信契約の締結が必要ない世帯に対してもやはり送付されていると思います。NHK におきましてはですね、当該郵便を受領した者に誤解がないような対応をしていただきたいと思っております。で、まずですね、そこで NHK を管轄する総務省に提案という形で質問させていただきます。当該郵便において受信設備を設置していない世帯のものが受け取った場合に誤解が生じないように、封筒の目立つところにですね、受信設備を設置していない世帯は契約の必要はありませんといった旨の記載をするように NHK の指導への指導をお願いしたいと思うんですが、この指導をする予定の有無を伺いたいと思います。西田総務大臣政務官。NHK においては、受信料の適正かつ公平な負担の徹底と、営業経費の削減の両立を図ることを目的として、新たな営業アプローチの推進を図っているところであり、この一つの手段、手法として、特別宛て書配達郵便を活用していると承知をしております。この郵便は、NHK の放送を受信することのできる受信設備を設置しておらず、受信契約を締結する必要がない世帯に対しても、送付される可能性もあると考えられますので、現在も郵便の内容物には、テレビのご設置がない場合は、NHK へのご連絡は必要ありませんと記載をいただいているものと承知をしております。NHK においては、郵便物を受け取った方に誤解が生じないように、適切に対応していただきたいと考えており、総務省としては、その取り組み状況を見守ってまいりたいと考えております。はい、ぜひお願いしたいと思います。私としては、やはり封筒の目立つところに、その記載を書いていただきたいと思いますので、NHK におかれましては、よろしくお願いしたいと思います。で、次、で、この郵便の別の問題として、追加料金が高いというものがあります。先ほど経費削減の話もありました。封筒の郵便、定型の封筒の郵便、普通郵便ですと、料金84円でございますが、この特別宛てどころ配達郵便になると、150円の追加料金がかかると認識しております。大量配送による割引などはあるのかもしれませんが、たとえそうだとしても、追加料金が高すぎるという事実は、ぜひとも多くの国民に知っていただきたいと思いますし、それゆえに真面目に受信料を払うことがバカバカしくなると思う案件でもありますので、我々としては、多くの方々に受信料を不払いするように働きかけていきたいとは思います。NHK をぶっ壊す。